ミイラの墓場は1942年に公開されたアメリカ合衆国のホラー映画。ロン・チェーニー・ジュニアがミイラのカリスを演じる。ミイラの復活の続編。この後も執念のミイラ、ミイラの呪いと続く。前作から30年後のアメリカが舞台。前作の主人公、スティーブ・マニングはマルタと結婚、息子、ジョンを設けた。ジョンには、 イゾベルという恋人がいる。一方、エジプト。死んだはずのアンドヘブとカリスは生きていた。アンドヘブは後継者、ムハンマドベイにバニング一族への復讐を託す。ムハンマドはカリスと共にアメリカに渡るとバニング家のあるメープルトンの墓盛りとなり復讐の機会を伺う。カリスはスティーブ、続いてスティーブの姉、ジェーンを殺害。 連続殺人事件として警察、新聞記者たちが捜査に乗り出す。前作にも登場したスティーブの親友ベイブハンソンが捜査に協力しにやってくる。死体に付着していたゴミの正体をミイラのカビと見破るがカリスによって殺される。ムハンマドベイはジョンの恋人イゾベルに横連暴し、自分の妻にするためカリスに誘拐させる。しかしジョンや警察がたいを持って、 墓地に集結。ムハンマドベンは射殺され、カリスも炎の中で死ぬ。本作は、ロン・チェーニー・ジュニアが、ミイラのカリスを演じた3本のうちの最初の作品。前作では、トム・タイラーが演じていた。チェーニーはこの役を好きではなかった。クランクイーンは1942年6月1日。メイクアップアーティストのジャック・ピアースは、連日8時間かけて、 人工的に古くした包帯をチェーニーに巻いた。それまでのミイラ映画ではボリス・カールオフやトム・タイラーにコットン素材のメイクアップを使っていたがチェーニーにはラバーマスクをかぶせた。ウォーレス・フォードの役名がベイブ・ジョンソンからベイブ・ハンソンに変わっている。理由は不明。1942年10月23日にナイトモンスターと日本立て工業。 1948年2月にリアラート、ピクチャーズによりリバイバル上映。ありがとうございます。